用子は中国や日本に伝わる狐の妖怪である。人間をたぶらかしたり、人間の姿に化けたりすると考えられている。化け狐などとも呼ばれる。中国の説話や小説では狐あやかし、古里星、古仙、狐見、あむらさきなどとも称される。特に生めかしい女性に化けた狐は、男を騙すとされる。日本各地の昔話や世間話でも、狐は、 タヌキなどと並び、人間や他の動物に変身するなどして人を化かすと語られている。また、助けてくれた人間に対して恩返しをしたりもする。馬け狐などと総称的に言われるほか、イガ線、おこんこん様、おとうか、ケツネ、マヨワシトリ、ヤカン、ヌギツネなど、地方によって様々な別称で呼ばれている。中国では狐たちは、ケイが好物とされることが多いが、 日本では油揚げが好物とされ、このことから、とりわけ豆腐の油揚げのことを狐とも称している。苦手とするものとしては、犬や漁師などが挙げられる。狐たちが人間に化ける際には、子という性を名乗ることが多いが、これは子と狐が同音であることによるとされる。ただし、必ず子を名乗るというわけでもなく、子以外の性を名乗る例も見られ、広域には、 蝶、蝶、白、安子などが挙げられている。また、狐自体の毛色や模様が人間に変化した後の性に反映されている例もあり、木、花、紅ななどの性を名乗る例もある。日本の伝承では、このような性に関する特徴や法則は特には見られない。中国では、修行を積んだり、太陽や月などの力を得た狐が変化や戦術を獲得すると考えられていた。 中国古代の地理書、三海行では九尾の狐は人を食うと記しているが、やがて、五漢半古、百古道吉などをはじめとする文献では、太平の世に現れる、随獣であると認識されるようになった。精神代の編さとされる、厳中期では、狐は50歳から100歳と年を減るごとに揚力を増し、千歳になると天と通じて天子になるともされている。 真の時代の旅不位、旅史春秋には、古代の王として知られる夏の右王が、塗り山氏の女を見染め、女も右に惹かれて、相愛の関係になったとあり、五漢時代の長陽、五越春秋では、右王の妻、女京は、白い九尾の狐であるとされている。これらの記述は、女京の一族である、塗り山氏が狐を崇拝していたことに由来しているのではないかとも考えられている。 陰と衆の戦いを舞台とした物語として後代に書かれた武王伐、中兵は、春秋列国四伝、方針演技に登場する楽器に化けた千年古里性は、古代において随獣と考えられていた九尾の狐であるが、ここでは、随章の要素は描かれず中央を惑わし王朝を滅亡させる死虐を好む悪の存在へ変容している。 当真の時代に書かれた漢方による司会小説、送信記には狐が化けたという話がいくつも収録されており、当時の説話での狐の語られ方の様子を伺うことができる。千年を経た変化する狐たちは犬などにもひるまないが千年を下手古木で照らされるのには弱いという話、アムラサキと名乗る美女に化けた狐に惑わされた兵士の話などがある。真の時代に、 川の省令によって書かれた司会の流れを組む小説集、両祭 C には全445話中、狐にまつわる話が63話ほど収録されている。中国東北部などでは、日清や月化を得た五種の動物の化身を五大仙、五大化などと称して、五仙、光仙、白仙、流仙、廃仙の五種が信仰されていた。 一方で、五代仙は人間に憑依するともされている。五代仙は財産をもたらすとして、五権財神とも呼ばれた。古仙は、貴金から守ってくれるといい、農家は、古仙道と称される祠を作り、古仙を祀っていた。ここでの、仙とは、神という意味に近いものである。古仙ゲバと称して、人に乗り移ると吉祥を占ったり、妖怪を倒す能力を発言するとされる。 武王罰、中平和や方針演技などに登場する千年コリセイ、キュービコは日本などアジア各地の物語作品にも影響を与えている。真の高所年間に書かれた酔い合参人、コリエンゼン伝にもこれを踏まえたキュービキツネが登場をしている。戦闘よわのココビ娘伝や自職録のアオシ、アレイなどココビ娘、ココビジ、ココビという名は 狐が化けた女性の登場人物名として、しばしば用いられる。白蛇伝小説の一つ夢花監修、白蛇前伝にも、ここび娘という名の女性に化けた狐が登場している。日本において、狐は、人間をはじめとした様々なものに化け、相手を化かす存在として語られることが多い。古代日本においても、全身の毛の白い狐黒い狐は、 水獣として扱われていたと見ることができる記述があり、黒つねは俗に本記、和道五年の記事に見られ、朝廷に献上され、小髄を説いた書物に、王者の政治が世の中をよく収めて平和な時に現れると記されていたと報告され、万民の喜びとなるだろう胸の記述がある。野木綱、沢木隆の百回図鑑信頼の 三回行に描かれている九尾の狐狐の格付けは、江戸時代、稲荷、霊子を信仰する、人々の間で種々とかれており、いくつか存在する。江戸時代末期の随筆、前安随筆などに引かれている、皆川健が書き記している説によると、上位から、天子、空古、木狐野狐の順であるとされる。これらのうち、実体を視覚で捉えることができるのは、野狐のみであり、 気日詰以上は、姿形がなく、霊的な存在とされる。最上位である天皇は神に等しいとされる。ありがとうございます。